その日、人類は思い出した。奴らに支配されていた恐怖を。鳥かごの中に囚われていた屈辱を。巨人だ。あれから2年、シガンシナクを出た3人は第104期の訓練兵となり、教官に鍛えられる毎日を送っていた。どうした第104期訓練兵団、ここには役立たずしかいないのか。立体機動装置を扱えない奴はおとりにも使えん。他の連中も聞いておけ。今の貴様らはせいぜい巨人の餌になるしかないただの家畜。そんな貴様らに我々が巨人と戦う術を叩き込んでやっているのだ。餌のまま死にたくなければ必死に食らいついてこい。次、用意はいいか。この装置を使いこなせるようになれば巨人どもなんて敵じゃない。俺は強くなる。巨人を一匹残らず駆逐してやる。
まずは立体機動術の基本、移動からだ。立体機動装置で目標地点まで移動しろ。これができなきゃ話にならねえ。やってやる。ガスを吹かせば高速で動くことが可能だ。限りあるガスを有効に活かせ。戦闘中にガス切れになったらまずいもんな。ガスの残量に注意しておかねえと。立体機動をうまくこなせなきゃ巨人なんか相手にできねえぞ。よし、いいだろう。これで貴様らでもおとりくらいは務まるはずだ。次は巨人を模した目標に対する攻撃訓練だ。まずは小さい巨人からやってもらう。巨人の弱点部位は理解しているな。そこに狙いを定めて確実に攻撃を当てろ。遅い。実際の戦場でそのざまではすぐに巨人の胃袋行きだぞ。次は大型の巨人に対する攻撃訓練だ。刃は攻撃すれば、ガスは吹かせば消耗する。刃の乾燥とガスの補充は戦闘に必須である。以上を踏まえ、実戦を想定した訓練を行う。各自判断して、必要があれば補給しろ。訓練兵、刃とガスはここで補給できるぞ。足りなくなったらすぐにここへ来い。助かった。これが本日最後の訓練だ。総合的な巨人討伐技術を見せてもらう。これから目標が複数体出現する。時間内に可能な限り多くの部位を攻撃しろ。よし、他の奴らより早く目標を見つけて部位を片っ端から削いでやるぞ。俺が先に目標を見つけたら横取りすんじゃねえぞ。意外とぬるいことを言いますね、ちゃん。獲物を奪うのに作法が必要ですか？そうだ！取られるお前が悪い！
手だけど頑張らなきゃ。アルミ、お前ならやれるって。俺も手は抜かねえけどな。エレン、刃とガスはまだ大丈夫？呼吸を忘れないようにね。ありがとう、クリスタ。お前も頑張れよな。何か珍しくやる気出してんな。そりゃね、憲兵団に入れるかどうかは立体機動術の強化次第だからさ。弱音吐いてるとまた教官にどやされるぞ。俺はもう立体機動術のコツをつかんだぜ。てめえは指くわえて見てな。うるせえな、お前にだけは負けねえ。そこまで、時間だ。訓練終了。今回の訓練の最優秀成績者を発表する。エレン・イエーガー、お前が1位だ。やった、やったぞ、1位だ。おのおの今回の結果を踏まえさらに訓練に励め。解散。疲れた、もっと体力つけなきゃ。エレン、立体軌道のコツはつかめたか？いや、対人格闘術ならライナーに負けねえけどな。お前だって兄に投げ飛ばされてただろ。なんならまた投げ飛ばしてあげるよ。兄はいつもクールだな。対人格闘術なんて点数にならねえんだ。どうだっていいさ。ああ。じゃあそんなに点数が大事かよ。当たり前だろ。憲兵団に志願できるのは成績上位10人だけなんだ。俺たちは真面目に訓練をやり抜いて内地で快適に暮らすんだよ。のう？あ、いや、僕は何のための訓練だと思ってんだ、クズが。なんだと？二人とも落ち着きなよ。巨人から遠ざかることしか考えてねえ兵士なんている意味ねえだろ。俺は現実を見てるだけだ。お前みてえな死に急ぎ野郎とは違うんだよ。
エレン、やめて。くそ。おい、ちゃん。お前の志望は調査兵団だったな。ああ。俺は調査兵団に入って、この世から巨人を駆逐する。その後も第104期訓練兵たちは厳しい訓練を耐え抜き、卒業の日が近づいていった。3年間の訓練を終えた第104期訓練兵はついに卒業の日を迎えることとなった。心臓を捧げよう。はあ、本日をもって訓練兵を卒業する貴様らには3つの選択肢がある。壁の強化に努め、各町を守る駐屯兵団、犠牲を覚悟して壁外の巨人領域に挑む調査兵団、そして王の下で民を統制、秩序を守る憲兵団。無論憲兵団を希望できるのはこれから発表する成績上位者10名のみである。クリスタ・レンズ、サシャ・ブラウス、コニー・スプリンガー、マルコ・ボット、ジャン・キルシュタイン、エレン・イエガー、アニ・レオンハート、ベルトルト・フーバー、ライナー・ブラウン、主席ミカサ・アッカーマン。やっとここまでたどり着いた。今度は俺たちが巨人を食い尽くしてやる。マルコ、これで一緒に憲兵団に行けるな。内地での安全で快適な暮らしが待ってるぜ。ああ、王の近くで仕事ができるなんて光栄だ。まだお利口さんをやってんのか。言えよ、本音を。おい、ジャン、お前おかしいとは思わねえのか。巨人から遠ざかるために巨人殺しの技を磨くなんてよ。今さら何言ってんだ。これが現実なんだよ。俺のためにもこの愚策は維持されるべきだ。このクズ野郎、4年前の作戦で人口の2割以上失って答えは出たんだ。人類は巨人に勝てない。勝てないと思うから諦めるのか。確かにここまで人類は敗北してきた。それは巨人に対して無知だったからだ。負けはしたが、得た情報は確実に次の希望につながる。
お前は何十万の犠牲で得た戦術の発達を放棄して内地に引きこもるのか。冗談だろ。そんなに外に出たいなら一人で行けよ。死に急ぎやろうが。俺は巨人を駆逐して狭い壁の中から出る。調査兵団に入ってな。やった。俺マリアが突破された。どうしてこんな目に。あいつらこの世から駆逐してやる。一匹残らず。
やるんだ。
精子を分けるのは立体機動術。おい、調査兵団にするって？コーニー、お前八番だろ。前は憲兵団に入るって。エレンの昨日の演説が聞いたみたいね。 うるせえ。俺は自分で決めたんだよ。あの、皆さん、長官の食料庫からお肉取ってきました。サーシャ、お前、独房にぶち込まれたいのか？大丈夫ですよ。後で皆さんで分けましょう。土地を奪還すればまた牛も羊も増えますから。ウォールマリア奪還の前祝いにいただこうってわけか。よし、俺もその肉食う。私も食べるから取っといてよ。さあ作業に戻ろう。お前ら、あれから5年経った。人類はようやく尊厳を取り戻しつつある。勝てる。人類の反撃はこれからだ。でけえ害虫が！どうだ！一人でもやってやる。どうだ！まず目の前のこいつを倒す。やった！やった！訓練通りやれば十分巨人と戦えるぞ。
危ねえ。もう少しで潰されるところだった。より大きいぞ。一人でやれんのか。出てやがれ。どうだ。エレン、一人で戦うなって教わっただろう。俺も一緒に戦うぞ。私も行きますよ。俺とサシャで奴の注意を引く。エレン、お前はうなじを狙え。お前ら、よし、行くぞ。残さねえぞ。やった。取った。取った。討伐する追加。コニー、サシャ、ありがとな。おう、みんなでやればなんとかなるもんだな。壁に穴が開いちまったんだ。これ以上ここに留まるのは無意味だ。いや、まだもう一匹いる。スタンド目標、壁外正面、超大型巨人。マジかよ。これはチャンスだ。壁を壊せるのはあいつだけだ。あいつさえ仕留めれば。5年ぶりだな。こいつ、さらに壁を壊す気だ。いくらお前でも顔面に砲撃を食らえば少しは効くか。右腕を振りかぶった。あの腕を砲撃してあいつの攻撃を防ぐ。左腕を振りかぶったぞ。あの腕を砲撃して攻撃を阻止しねえと。
腕を振りかぶった。両腕を砲撃して攻撃を食い止めてやる。いや、超大型巨人が消えた。エレン、お前が倒しちまったのか。違う、5年前と同じだ。あいつは突然現れて突然消えた。すまん、逃した。何謝ってんだ、俺たちなんて全く動けなかった。何してる。超大型巨人出現時の作戦はすでに開始している。直ちに本部に戻れ。はっ。おお、これって。Oh!
てこった。それでは各班に分かれ、巨人の掃討を行ってもらう。前衛部を駐屯兵団の迎撃班、中衛を支援班が率いる訓練兵団、後衛を駐屯兵団の精鋭班がそれぞれ受け持つ。なお伝令によると、先遣班はすでに全滅したとのことだ。外門が突破され、巨人が侵入してきている。住民の避難が完了するまでウォールローゼを死守せよ。解散。はっ。なんて今日なんだ。明日から内地に行けたっつうのに。アッカーマン、お前は後衛部隊に入れ。住民の近くに一人でも多くの精鋭が必要だ。待ってください。私の腕では足手まといになります。おいミカサ、人類滅亡の危機だぞ。何てめえの勝手な都合を押し付けてんだ。悪かった。でもエレン、頼みがある。一つだけ。どうか死なないで。死なないさ。こんなところで死んでられないんだ。俺はまだこの世界の実態を何も知らないんだから。なあアルミ、こりゃいい機会だと思わねえか。調査兵団に入団する前によ、この初陣で活躍しとけば俺たちは新兵にしてスピード昇格間違いなしだ。ああ、間違いない。言っとくけど、今期の調査兵団志願者はいっぱいいるんだからね。誰が巨人を多く狩れるか勝負だ。数をちょろまかすなよ。34班前進、前衛の支援につけ。よし、行くぞ。おう。状況は、先遣班はどうなっているんだ。アルミンとはまとまって行動した方がいいな。巨人が入り込んでいる。くそ、俺たちで倒すぞ。頼んだぞ。私も行く。
害虫が。しやがれ。しないと危険だよ。どうだ。やった。やった。すまない。我々も一緒に戦おう。急いで行かねえと。ちくしょう。ちくしょう。口くってやる。誰か、奴らに殺される。おい、もたついてんじゃねえ。死ぬぞ。どうだ。ミーナたちがいるはずだ。本部のある方向だ。ミーナたちと合流してついでに補給を済ませよう。悪いな、アルミ。エレン、アルミ、本部が巨人に襲われてるの。まずいな。奴らをどうにかしねえと補給ができねえぞ。奴らが本部にまで。まさか前衛の先輩方はやられちまったのか。やった。本部はなんとか無事だね。補給を急ごう。
ちも戦うよ。落ちろ。軍団を確認。あっちはトーマスが向かった方だよ。どうだ。やった。来てくれたか。巨人がなだれ込んできてるんだ。仕方ねえ、俺たちで食い止めるぞ。初陣にしては十分な戦果だよな。お母さん、やった。来やがれ。物のお出ましか。気をつけるんだエレン。戦闘用意、必ず仕留めろ。あまりにも気候した。何しやがる。待ってやがれ。よくもっと話を。やめて、やめてください。なんで僕は仲間が食われている光景を眺めているんだ。
死ねるか。アルミ、お前が教えてくれたから、俺は外の世界へ。